皆さん、こんにちは。クズゴミゴードです。よろしくお願いします。皆さん、今日はね、今日は面白いのがある。今日は一緒にバチェラー見ようぜ。バチェラー見ようぜ。日本バチェラーやってると思ってなかった俺。海外、めっちゃ海外しかやってそうな番組だから、めっちゃ気になる。日本のバチェラーどんな感じなのかってめっちゃ気になるし、海外のバチェラーそんな真剣に見たことないけど、たまにね、家で誰かが見てて、ちょっと見たりしとった。日本だったらどんな風になるんだろうなって俺素直に気になるし、見てみよう。バチェラーどんな番組か知らない人たちは、バチェラーっていう一人のイケメンの男が、まあ大体30代でお金持ってるかっこいい男が一人いて、25人ぐらいの可愛い女の子たちが争う取り合いになって、で、毎日バラ渡して、バラもらえなかった子たちはそれで帰らなくちゃいけない。だからちょっとずつ人数が減っていって、最後に一人が選ばれて、バチェラーと結婚する。結婚はしない、わかんない。最後に二人だけになってカップルになりますっていう展開になっていく。で、最近シーズン3が始まるみたいで、シーズン2ちょっと見てみよう。で、一応俺も勉強になるかなと思ってる。もちろんこれめちゃくちゃ人間関係は良くはないけど、一応バチェラーの人は、選ばれた人はやっぱりかっこいいこと言うんじゃないかと思って、そのバチェラーのセリフは気をつけて、人に傷つけない上にかっこいいセリフ言わなくちゃいけない状況だと思うんだから、ちょっとそこは合同も勉強になるかなと思って見てみます。これこれ来た。バンドさんはホストで、さあそれでは早速新たなバチェラーをご紹介しましょう。おー、楽しみ。どんなイケメンが来るかな。あ、一応ジャギュアー乗ってる。まあまあいい。シーズン1ちょっとだけ見たんだけど、久保さんっていう日本人めっちゃイケメンだった。俺でも惚れた。おかっこいいやん。とりあえず凛太郎と申します。凛太郎35歳、京都生まれです。慶応義塾大学経済学部を卒業して、今は株式会社サイバーエージェントという企業で勤めてるんですけども、幹部人の一人という金あるね。バチェラーに参加することは、まあ、最大のチャレンジかなと思ってます。当然過去には結婚した。久保さんも同じこと言ってた。多分バチェラーとして出てる人たちはただ新しい挑戦がしたいだけ。最近なんか退屈になってバチェラーに出てみようかっていう気持ちでやってると思う。なと思った人がいたんですけど、お互いの仕事だとかプライベートいいとこに住んでるな、タイミングが合わなかったっていうことかなと思ってまして、結婚もできなかった。バチェラーを通して仕事を離れて恋愛に対して集中できるんじゃないかなと思ってます。いろんな人とこう真剣に向き合って仕事が好きな人だなという女性を全力で見つけに行きたいなと思ってます。じゃあまあそれ今回のイケメンバチェラーですね。日本全国から厳しい審査を経て選ばれた彼女たちの魅力を少しだけお見せしましょう。おお選ばれ者。小口奈々子27歳、山梨県出身です。アシスタント。今は税理士を目指して勉強中です。結婚したら旦那さんとお互い一緒に仕事とかも頑張りながら家庭も両方頑張りたい。この子も仕事好きやな。趣味はスキューバダイビングで、夏になるとよく海に行きます。私は結構体を動かすことが好きなので、そういうのを親父さんと一緒に楽しめたらいいなと思います。いや、こういういちいちの紹介ちょっと退屈やな。それに向けて強い気持ちで臨めたらいいなと思ってます。レンタル着物店営業。岩永幸子です。31歳、ヘルシー。お、料理できるのが強いんじゃない。強いんじゃない。本当の恋愛がしたいと思ったので参加してます。自信超あります。私はみんなよりも持ってるスペック違うし、体見せちゃうよ。運気が もちろん一番だと思ってます。ローズを取とりあえずバチェラーという番組に目指して出たいんだから、こういう
めちゃくちゃセクシーなポーズ、とりあえず撮ってみよう。今プールで泳いできた。うぅ。何をために臨機応変に戻る。今の先の子なんて読む？若び若を動いていきたいなと思います。プラタマミ、27歳、今京都に住んでます。姉が小説家をしてるんですけど、雰囲気違うな。それの挿絵を描かせてもらっていて、イラストレーターをしてます。イラスト描く雰囲気あるね。イラストの魅力は言葉とかで表せないような、多分自分の気持ちとかそういうのを絵で表せるところ。バッチ今度のツコミゴードのデザイン描いてもらおうか。テラーに私が行くって言ったら、もう父は楽しんでくれてますね。父とは他の家庭よりも父がいたな。一緒にいる時間が長い。すごく飛ばしていこうぜ。バラが揃ってますよ。いう不安をかき消すぐらい来た。なんで非常に楽しみです。いや、久保さんの方がイケメンだったけどね。失礼しました。まあどっちにしても両方俺よりイケメンだから。そんな突っ込めないよね、男の子。宮泉凛太郎と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは最高の笑顔で迎えていきましょう。はい。これから本当に20名女性の方、全く知らない方々にお会いすることになると思うんですけど、これから接していく女性の方々を全力で楽しませつつ、その愛の種をこう見つけることができたら嬉しい。こんばんは。来た来た。はじめまして。はじめまして。ずっとお会いできるの楽しみにしてました。どうも。改めて親泉凛太郎と申します。よろしくお願いします。親泉。お願いします。小口奈々子と申します。小口奈々子さん。はい。奈々子って呼んでもらうのが嬉しいです。わかりました。でもなんかすごい素敵な。緊張してるね。フリンジなんです。すごいっすね。凛太郎さんはとりあえず何か褒めようと思ってる。頭の中。いちいち出てくる女性。はい。いっぱい喋りしたいです。しましょう。はい。とりあえず何か褒めよう。はい。また後ほど。来た。はじめまして、改めて親泉凛太郎と申します。野田あずさ、28歳です。野田あずささん、はい、慣れてきたらでいいんですけど、はい、みんないちいち名前言いにくいよ、これ俺外人だからなのかな、いちいちみんなの名前言いにくい。あずとか、あずあずとか、はいはい、あずあず結構呼びやすい。本当ですか、はい、あずあず、いやいやいや、それでも、はい、まあいい。私もともとプロ野球のチアリーダーの経験があって、あ、そうなん、すごいっすね。その時のちょっと特技があって、ね、はい、私好きなものを褒めるのが得意で、はいはい、まあ、要は相手の立場に来た。もうちょっとおしゃれで落ち着いた雰囲気。凛太郎さん、はじめまして。はじめまして。なんか持ってきてるよ。名前呼びました。凛太郎さん、はじめましてって。ちょっと顔引きつったけど緊張しちゃって。手紙持ってきたかな。と申します。マミさん、はい、いきなり告白。京都出身で今も京都に住んでます。お、京都、はい、僕も京都生まれなんです。なんで多分出身が一緒で凛太郎さんに会いに来ました。ありがとうございます。あと、はい、私イラストレーターをやってるんですけど。あ、イラストレーターの子か。凛太郎さんに何か書いてくれたんだね。伝えたいなと思って1枚書いたので受け取っていただけますか。もちろんもちろん、ありがとうございます。ちょっと見てください。え、すごい。自分自身を一本のバラに見立てて Choose me っていう英語のメッセージ一言添えて渡していただいたんです。ちょっとあれちょっとかわいい。あれかわいい。これは高まる気分が。キラリ、はじめまして。改めて親泉凛太郎と申します。何やってる人だっけ。キラリと言います。キラリさん、はい、アンキラって呼んでください。アンキラ、はい、ニックネームを変わってる。すごいキラッとして、見た目とこう名前がすごい一致しているところがあって、でかつなんかこうすごい優しそうっていうか穏やかそうで、うん、地味。今日は夢の女の子地味。あ、なんかプレゼント、おー、かわいいっすね。ありがとうございます。プレゼントも地味。ごめんね。こんばんは。こんばんは。名前を覚えてもらおうと思って。宇手まなみと申します。宇手まなみ、はい、宇手まなみ、右手って書いて、はいはいはい、宇手っていう、あ、読むんです。なるほどなるほど。いちいち名前難しい、この番組。名前こんなタイプですって書きました。え、手に何か書いた。フレンドリーな声だった。
どっちが映像の方が実際会った方があよかったちょっとね嬉しい本当、はい、私あの劇団の主催をやってるんですけどあそうなんですか、はい、でなんかキャスティングをしたりするんですけど、はいはいはい、役を絶対いい人だなと思って本当に、うん、にメッセージ書いて見せてくるっていうのはちょっと可愛かったなと思いましたこんばんは会いたかったです会いたかった宇山理香さん名前なんだっけ リリンめっちゃテンション高かった興奮したどうしようあめっちゃ会いたかった興奮したもんよりよりもう何時間もかっこいいですねうっそ、かっこいいどうしよういや生き残れないなこいつはいはいいやいや全然全然残念大好き大好き大好きじゃ あの今日は本当にこう最高にこう楽しみましょう最高のかっこいい俺苦手かも俺苦手かもなな音楽ってお好きですかめっちゃ好きあ私一応歌やっててそうなんです か, ですか歌やってるんだ聴いてほしい曲の一つのフレーズがちょっと恥ずかしいんですけどいやいやなんか大好きな人の大好きな人いやもうこれやだいきなりこんな飛ばそうごめんねめっちゃ飛ばしてる俺なかなかこういう気まずい場面耐えられない加藤ゆかと申しますもうちょっと落ち着いてそうなよろしくお願いします私あのかっこいいなさんと共通点があって、はいはい、アメリカに住んでてえもしかしたらねなんか探ったらこう共通のね知り合いとかってねニューヨークに住んでる人とか、うん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 絶対そうですよね行ってもおかしくないと思います、うん、そういう話いっぱいしたいです、ね、ぜひぜひ共通点があったので会話もスムーズに盛り上がってあ、興味持ってくれたなっていういけますね綺麗え、ワインワイン持ってきてるフィルシン出た瞬間にワイングラスが見えるなと思って岩永幸子です岩永幸子さんはいなんて呼べばいいワイン持ってきた頭はハミっていう、うん、もはや酔っ払わせる気、はい、これで一緒に乾杯できたらなと思ってめっちゃ嬉しい誰よりも先に乾杯めっちゃ嬉しいあじゃあぜひ乾杯しましょういい、はい、乾杯とりあえず、まあ、バチェラーシーズン1ちょっとだけ見てきたんだけどとりあえずかっこいい男は何か女の子に何かされたらめっちゃ嬉しいって言えばいいのかな何をされてもめっちゃ嬉しいって言えばいい、はい、じゃあ今日という日に乾杯、はい、すごい嬉しかったですねもしかしたら深読みなんですけど、まあ、僕も緊張してワインと同じだったロブスっていう思いやりというかこいつはお金持ちからワインの味分かってるよ飲みたかったんで嬉しかったですあ安っぽい、はい、ライタンやなバスケ気まずそうに笑ってるどんな話をすればいいか分からないんだよね。大変よね。リリン太郎。名前なんだっけ忘れた。いや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 。赤のドレスかぶってるでしょ。だとレッドカーペット歩くんでしょ。赤切っちゃダメだよ。ドリブルしながらこっち。もう見えなくなる。なんか森の中で隠れる軍人のように見えなくなるよ、こいつ。どこ？あ、僕確かにバスケットボール好きなんで。いや、女の子どこにいる見えない来たら、え、急にバスケが出てきたえ、嬉しい本当ですかえ、嬉しいってしか言わない岡田まりのです岡田まりのさん、はい、バスケットボールえ、バスケやってるんですかえ、女の子見えない女の子どこにいるちょっと久々だったので、はいはいはい、下手っぴだったんですけどリリン太郎ない、あいつの名前も忘れたリリン太郎一人で喋ってるよね女の子見えないドリブルして歩いてきたら結構印象残りますよ。マスカ、本当ですか。ちょっとあいつも変わってるね。一人で会話するって。これ一人しかいない。お、また剣道？もうまさか靴を脱がれて。まあヒールはね慣れてないとすぐ脱ぎたくなる。でやっぱりこの最初の挨拶でみんなできるだけ印象が残るために頑張らなくちゃいけないよね。に向かってめー。めうわ気まずいけど意表をつかれたというか瀬口芳乃と申します瀬口芳乃さん、はい、本当に20人一人一人が全然違うんでただ話をするんじゃなくてしっかりその人というものをちゃんと僕自身が向き合って皆さんを理解していければなと思いますいやもうあの番組の方も
最後の方の女の子たち飛ばしてるよ。さやかです。名刺入れ作ってきました、わめっちゃ嬉しい。プロデューサーたちもあこの辺飛ばしていこう飛ばしていこうっていう。オーナーゆかです。お瞳が綺麗でした。キラキラな瞳。ドレスが違うよな、明るい感じ。みんな大好きになると思う。これ外人の方に行くれんじゃない。すごい綺麗な着物です。着物よろしくお願いします。いやこれ着物じゃないからね。あの最近キム・カーダシアンがリリースしたのは本物の着物だよ。ね、こういうのは日本がパクってるだけだよ。昔から日本はキム・カーダシアンの新しい下着の名前パクってるだけ。着物。長野誠です。長野誠さん、はい、かっこよかったです。俺のことか。実物の方がかっこいい。すごい素敵です。あとと、お、まだいるんだ。最初の挨拶はチャオだったんで、チャオよろしくお願いします。おお。桃田奈々です。外国人やな、はい、仕事があんな挨拶の仕方。アパレルバイヤーをしていて、はい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 、年の半分イタリアに行っています。イタリア、はい、今度ぜひ一緒に行ってくれればアテンドします。はい、本当ですか。ヨーロッパって僕行ったことはなくて。まだまだ来るよな。めっちゃいるよな。若尾彩香と申します。若尾、はい、若尾彩香、よろしくお願いします。しします。あの私書道が得意で、はいはい、ちょっとあの今日書いたものを持ってきたんです。俺が出たら俺バケツドラム持っていくしかないよね。だってそうじゃないとなんか印象が残らなくてバラもらえんよね。じゃあ俺、ね、じゃあ俺この番組出るときにバケツ持って人の前に来て、ちょっと待って、あのセッティングするね。でバケツのパフォーマンスする。パパ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 、印象残るでしょ俺のバケツドラム。わすごい素敵。うまいっすね、本当に。ありがとう。あとうまいですね。うまいと人分かってんのかな、リリン太郎。ありがとう。書き方は変わってるよね。まあ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 。頑張ってね。お疲れ様。全体的になんていう文字に見えますか。喜び。そうです。ああ。このバチェラーに参加できたことの感謝の気持ちでありがとうっていう字で、あとバチェラーの親泉凛太郎さんにお会いできたことに。考えたな、考えたな。気持ちを込めて飛ばそう、みんな集まったな。パーティー終了後に取り行います。そしてそのセレモニーの前にバチェラーにはファーストインプレッションローズとして第一印象で最も気に入った女性。そうやね、先に一人だけバラもらって、このローズをこのパーティーの中で渡していただきます。一日絶対に生き残る。それでは改めてバチェラーの登場です。バチェラー親泉凛太郎。凛太郎、リリン太郎。リリン、今日はあの本当にリンあのできるだけ多くの皆さんと一人一人喋りたいなと思います。今何のドレス、こうなってるんだ、ドレスこうね。他のドレス普通なんだけど、ここだけな。ダマ、多くの皆さんと一人一人喋りたいなと思いますし、一期一会といいますか、まあ、本当にこの場でこうお会いしたことは何かのこう運命というか、そうですね、本当に運命だと思うんで。リン太郎貧乏だったらここまで盛り上がらんな。はい、乾杯。乾杯。乾杯した。これから乾杯したい。これから取り合いになるんだよな。もういよいよ始まったんだなと思います。チヤホラされるんだな、リン太郎。ここからが勝負です。うわ。なんかもう言われてんだけど。いやでもすごい、なんか最初話した時後ろのこの3人かわいそう。絶対今のとこ3人がどうすればいい。あ、なんかめっちゃ自然と円の外側になっちゃったんだけど。覚えてますか。めっちゃ楽しいこと大好きしたいって言って。楽しいってキーワード多分4回ぐらい。気持ちで。いや、でも俺も基本的に楽しいことは思っちゃうし。もう見てられん、見てられんこれ。ある程度俺もこういうもう25人の女の子にチヤホラされたいっていう、まあこれ見てそういう気持ちにもなるけど、これ疲れそう。これは疲れそう。ずっとこんなおばさんっていうよりかはほんまに怪獣って感じ。全然ライバル、おばさんより怪獣とかじゃない
ありえないから、私が男だったら 1000% 嫌やから。1000%? 大丈夫やと思ってます、うん、いや、まあ、どんな人がタイプなの？ちょっとおばさんっぽいよね。どんな人がタイプ？まあ、リリンちゃん、こいつもおじさんだけどね。まあ、俺もおじさんだけどな。ズバッと言ってくれた方が。あの、ここ見るとリンタロウちょっとハゲてるよな。やっぱおでこ、ちょっと待って、あの、やっぱね、ハゲてるかもしれないね。ちょっとかわいそうね、35でもうハゲてるって。うん、まあまあ、俺のように遺伝子に恵まれてない人だからな。残念、ハゲちゃって。私かも。あーはーはー。パーティーが始まった最初はみんな顔色をうかがったりとかあったんですけど、ある女性が勇気を一歩踏み出して時が進み出しました。でもそんなに今のとこ上にしてほしいし、ちょっと今このおばさん以外なんかそこまで目立つ人はいないよな。やばい、やばい、やばい、触りたい、え、やばいよ。あ、もうこれやばい、やばい、もう筋肉とか見せて触りたいとか、そういうのはちょっとごめんごめん。あ、はい、みんなにベタベタ。今日はこの辺にしときましょう。俺もちょっと限界が来たんで、でも面白い。まあ、とりあえずめっちゃ嬉しいっていうこと、女性に言えば、なんとかなるっていうことが勉強になりました。皆さんどうですか、どうでしたか？日本のバチェラー。見た方は全然またバチェラーの動画作りますんで、よろしくお願いします。みんな、じゃあね。え？なんだって？ツッコミゴードみたいなかっこいい人になりたいの？それなら一つの方法だけあるよ。ツコミグッズを買うことですよ。今日から3ヶ月間このデザインを販売してますよ。そしてこのサイトでゴードの文字だけ使って自分のデザインもできるし、みんなちょっと試してみてください。9月の終わりに販売終了となるんで、みんな急いできてね。まあ3ヶ月間もあるから、ゴードの新しいのデザインを見てきてね。